going to Vegas. どうも C3 ヨーヨーデザインの木戸です。今回は僕の新しいシグネチャーモデルクラウン WS がどんなヨーヨーかの解説と開発のいきさつの紹介をさせていただきます。 WS とはワイドスタイルの略で、文字通り今作はワイド系メタルになったクラウンなんです。幅広い、すなわちとにかく乗る、めっちゃ乗せやすい。それ以外にもポイントは3つ。1、クラウン WS は偶然生まれたヨーヨー。2、ワイドだからこその快適さ。3、今後のクラウンシリーズへの影響の大きさ。順を追って解説していきます。まずポイント1、クラウン WS は偶然生まれたヨーヨー。近年はストリングトリックヨーヨーのワイド化の傾向が進んでいるので、もともと幅広として生まれたクラウンは今では標準的なサイズになってきています。実際初代クラウンの時はかなり幅が広いと言われていました。もし元々のコンセプト通り今の基準でワイドなヨーヨーとして作っていたらどうなるんだろうと思ってはいたんですよね。そしたらある日 C3 の開発陣の一人シンプソンから、もうすぐクラウンが10周年やってメッセージが来ました。これがありがたい偶然。新機種の開発はかなりのコストがかかるので、何かもう一押し理由があったらいいなって思ってたんですが、10周年の節目ということもあって C3 もノリノリで開発を進めてくれることになりました。ラッキー。これでワイド化したクラウンを作ってみようという話が進みまして、興味本位で作ってもらったプロトタイプは想像以上に完成度が高かったので、これは陰に潜めておくにはもったいないということで発売に至りました。ワイドスタイル WS という名前に決まったのは全国大会でリリースができると分かった後でした。本作は新規のロゴを書き下ろしていただいたんですが、名前は最後の最後までなかなか決まりませんでした。ただクラウンホニャララにすることだけは決定していたので、ロゴにはクラウンの文字だけが入っています。開発段階ではよくクラウンワイドと言っていたので、クラウン WS が言いにくい人はクラウンワイドと呼んであげてください。ポイント2、ワイドだからこその快適さ。ワイド系のヨーヨーは多くの場合フィーリングが軽くなる傾向にあります。ワイド化でシンプルに乗せやすさが向上したことで、バインド初心者でも扱いやすいのはもちろんのこと、もともとの特徴であった軽やかで滑らかなフィーリングに拍車がかかって、さらに軽快なヨーヨーになりました。よりクラウンらしいフィーリングを突き詰めたとも言えます。その軽やかさに根本の使いやすさを加えているのがリターン時のトルクの高さです。とびっきり優しいフィーリングなのに、スリープが限界まで弱まってきていても不思議と軽々と巻き戻ってきてくれる、そんなワイド系だからこそ生み出される快適さと、クラウンの持ち前の高い性能とのハイブリッド、それが今作最大の魅力となっています。ポイント3、今後のクラウンシリーズへの影響の大きさ。発売を決定した大きな理由ですね。クラウン WS ができたことでワイド系クラウンという道が開けました。同時にこれは他のクラウンシリーズにも大きな影響を与えると考えています。通常版のクラウン、クラウン7075、ルーク、クラウン ST、クラウン TI、 いろんな種類のクラウンをリリースさせてもらっていますが、これらに WS で培ったノウハウを組み込んでいく可能性が大いにあります。単純にワイド化するのか、はたまたイレギュラーなサイズにするのか、それは置いといて、実際に影響を受けた製品をリリースするとなった時、何がベースとなったかを明確に示せるようにマイルストーンとして残しておきたい。これも今作発売の理由の一つです。余談なんですが、このモデルを通じてワイド系の良さと得られた開発ノウハウ以外にもう一つ大事なことを知りました。それは通常版のクラウンの完成度の高さなんですね。現行の通常版クラウンはメタルヨーヨーの定番機種としておすすめすることも多くて、僕としてもそれにふさわしい実力のヨーヨーだと自負しています。クラウン WS が届いて気に入って裏でずっと使ってたんですが、ふと通常版のクラウンを使うと、まあ使いやすいのなんの。以降最近は WS と通常版のクラウンで反復横跳びし続けています。鮮烈なルーキーと偉大な先輩、どちらもクラウンシリーズというチームには欠かせない存在になっています。最後に全国大会で発売されるロットについてお願いがあります。想定よりかなり深くパッドがはまる設計になっています。
なので初期状態はかなり滑り重視のセッティングとなっています。これはこれで太いストリングも滑って楽しいんですが、本来のクラウン WS の性能を味わっていただくためには C3 パッドの桜かリワイナジャパンパッドのレッドの仕様をおすすめします。この仕様のため今回のロットはプロトタイプとしました。次回ロット以降製品版ではこのパッドの深さを修正する予定です。ロゴも変更になるかもしれません。以上クラウン WS ワイドスタイルの紹介でした。長くなりましたが最後までお付き合いいただきありがとうございました。クラウン WS も今後のクラウンの進化もお楽しみに。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。